銀行もいい運用先を提案できなかったという如実にわたるデータというか、これよくできたデータだというふうに思いますね。熱血コンサル基礎産業。ゼロゼロ融資依存度ワーストランキング。いや、この話ね、結論から言うとゼロゼロ融資が出たじゃないですか。ゼロゼロ融資にもう頼りすぎてっていうのは中小企業だけじゃないんよね。銀行もゼロゼロ融資をやると、要は都市圏というかね、市とか県とかから利子補給してもらえるわけやろ。そしたらもともとこのチンパンジー金利でしか貸し出しができなかったという銀行がそこの恩恵に預かっとったわけよね。で、これがもうすぐ終わるじゃん。終わったらお金がいらん企業って稼ぎ口がないんだったら、じゃあ返そうかってことになるじゃん。な、それでストレスがかかると一気に収益力が下がるんじゃねえのみたいなランキングなんだよね。これを見てるとぶっちぎりの1位というか33銀行だったっけ。なんかね、でね、33銀行をね、まあ三重県っていうと実を言うと基礎産業も案件多いんだよね。もう本当にあるもん。本当にリスク取らんからね。リスクを取るのが下手くそな銀行っていうのかないうイメージがあるよ。これね、どういうことかというと、まあ上からベスト5とか見ててもね、やっぱりあの東北とかの銀行が多いんだよな。案件数が少ない。案件数が少ないってことは、そのデフォルトになるデータっていうところが吸い上げられてない。こういうケースは気をつけないといけないよ。金利高く取らないといけないよっていうようなところ。逆に言うと、要注意先とかでも貸すか貸さないかっていうところの判断がつきにくいんだよね。案件数が少ないと。ゼロゼロ融資が聞いたらもう百波してね、終わるよう言ったらヒーってなってるような話ってことだよね。だからリスクを取るだけのもともと土壌がないっていうのが、まあこの上からベスト5見ててそうなのかなって思って。ちなみにね、ワーストというか、これ逆に言うと下ほどいいんだけど、ランキングが。下はやっぱりすごいんだよ。福岡銀行とか、横浜銀行、千葉銀行っていうおなじみの御三家ね。実はその下にね、あの駿河銀行ってのがあるな。これどういうことかわかる？あの駿河銀行ってもう逆に言うとゼロゼロ融資に頼らなくてもいいだけの稼ぐ力がもうついてるってことなんだよね。あの引き当てしないといけないんだ、どうだこうだっていうようなこととかあったじゃん。なんかね、粉飾がどうのこうのとかいうのことがあったんだけど、やっぱり稼ぐ力、PL が強いっていうことは、やっぱりこういうところですごくこうね、自分ところの領域をちゃんと持ってるから、あの生き延びていけるっていうかね。いうことなんだろうと思う。やっぱまあ銀行もこれから生き残りをかけて本気で戦わんといけませんぜといういいデータなのかなというふうに思いますね。ワーストランキング1位の33銀行は、まあ、最近になって第三銀行と三重銀行がくっついたっていうこともあると思うんですけど、まあ、コロナ禍の中でそうやってくっついてしまったからなかなか新しいことができなかったとかっていうこともあるんですかね。まあそれもあるんだろうけど、どっちかというと早いところはもう早くもうくっついちゃうんだよね。で、くっつく相手っていうのが都市圏の銀行とくっついてるっていうところがあって、地方でこう弱い者同士がまあくっついてしまうと、そのないものっていうのがあってデータなんだよな。週刊ダイヤモンドにまあ出てた話で、実を言うとね、俺の昔いたあの島並信用金庫っていう信用金庫があるんだよね。信用金庫格付けランキングっていうのがあってね、あのだいぶ稼ぐ力ついてんだよ。なんか最終利益5億円ぐらい出したんじゃないかな。なんだけど、それにもかかわらずその地域でもうぶち切りの最下位みたいないうようなことがあって、これどうしてかというと、やっぱりその弱い者同士でくっついてるから、だからその自分ところでここで生きていくっていうところの、まあデータの蓄積がうまくできてないっていうのが一番あれかな、如実にわかるという例なんだろうというふうに思うんだよね。だからこの地銀のこうくっつき方っていうところを考えると、やっぱり隣り合ってるからくっつくみたいなことをやってる銀行っていうのは、この先こういうことが起きるってことよ。逆に言うと、そこで商売してる人っていうのは資金調達が銀行だけの資金調達じゃ難しいですっていうのが、今回一番言いたいことになるんですよね。あのコロナ融資みたいなセーフティーネット保証っていうんだけど、俺が銀行員と、まあ、今コンサル、金融系のコンサルやってるけども、20年以上やってる。20年以上やってて、10年に1回ぐらいしか出ないからね。っていうふうに考えると、ちょっとまあ、今後まあ、じゃあ10年ね、多分こういうところの地域でやってると、
リスクを取ってくれるっていうことはないってことは、自分のところが赤字だったらなかなか資金調達ができないってことになるし、逆に黒字企業だと地方から出て行って稼ごうと思ってもコロナ融資借りててもみたいなねいうことになるんだろうと思うよね。まあ一律でこう機関銃のように融資したんだけど、やっぱりいらないのに今資金だけは確保してたっていうところの企業からすると返さないといけないってことになると思うし、いい運用先がなかったね。逆に考えると銀行もいい運用先を提案できなかったという如実にわたるデータというかがこのデータなんかだと、これよくできたデータだというふうに思いますね。僕がちょっと思ったのは、この赤字の法人が多い地域、徳島県なんかでは14年連続で日本全国都道府県の中で断然トップ、赤字法人率が断然トップで一番赤字の会社が多い地域なんですけど、でも阿波銀行だったり徳島大正銀行は、まあ、平均より上の50以上ということなんですけど、でも33とか滋賀県とか東北とかっていうところは赤字法人率だけで見たらそんなに低くなくて、むしろいい方なんですけど、やっぱりそれでもリスクが取れないっていうのは何か理由があるんですかね。これはいい質問だね、2代目ね。グッドクエスチョンよこれはね。普通は徳島の方がリスク取れないですよね、みんな赤字だから。これはね、どういうことかというとね、阿波銀行は東京とかで結構活躍してんだよ、実うちの事例なんかでもあるもんだって。阿波銀行を東京でよく貸してるってよくあるから、徳島で集めて東京で運用するみたいなこともあるからね。で逆に33銀行みたいなこう優良企業ばっかりあるってことは、優良企業にいらんのにね、チンパンジー金利で貸してその分まあ利子補給してもらえばええわみたいなね、いうようなことになると、いい会社だから貸すわけで、リスクを取れないというか、リスクを取れなくてもいいんだよ、貸してるから。そのもうフル保全でチンパンジー金利でも利子補給してくれるような貸してくれてのが、フィーバータイムが終わってから今度返済になるってことであるからね。逆に言うと苦しい会社に貸してる比率がすごく少なかったってこと。あとね、これもう一つ考えれることがあるんだよ。保証協会に対しての影響力っていうのが33銀行は低いっていうことがわかるね。例えば、まあ、H 銀行なんか結構今回ね、もう上の方に行ってるぐらい、リスク取ってるに見えるじゃん。でも逆に考えると、保証協会に対してだいぶ資金積んでんだよね、実は。だからそれなりの発言力があるし、ちょっと言えないんだけどね、中身まではね。それだけ資金積んでるし、じゃあ影響力もあるから、これを保証してくれたら保証するっていうケースがよくあるんだよ。でも33銀行ってやっぱそこまでの力はなかったってことだよね。それとあといい銀行だよね。中京銀行とかいうところはもうどっちかというと早くから名古屋に展開しててさ、愛銀と一緒になってさ、ね。いうことになると、三重県で集めて名古屋で運用するみたいなことができちゃうから。逆に言うと、そんななんかリスク取れなくても、その企業としては生きていけるっていう構図が作れてる。これはちょっとやっぱくっつき方とした失敗したかなという例だというふうに個人的には思うね。中小企業の経営者がこのランキングを見たときに、まあ、活用する点っていったらどんなことになりますか？これはね、他の銀行とか信用金庫とかやっぱ開拓しておく必要があるということでね。逆にプロパーで融資してもらいにくいっていうことがまあ言えることになるんだよな。っていうことが一つ。だからやっぱり自分の本社移転まではまあ極端な話かもしれんけど、徐々にやっぱ証券のずらしというかを入れていく必要があるのかなという。まあいい話悪い話は別として、事実としてあるのが人口減少なんだね。その人口が減少していくところではなかなか生きていけないっていうところはあるじゃん。ね。だからなるべくこう大きいところで商売していく必要があるんだよね。で、その中からじゃあそこの銀行を紹介してもらって開拓してみたいな形に持っていくのがいいかなと。そう、今地元でやってて、まあ、徳島の人なんか特にね、徳島の人うちにも来るけど、なかなかやっぱりうまくいかないんだよな。どうしてかというと、徳島の証券でないと生きていけないっていう人が多いからね。だからやっぱりそういう人っていうのはどんどん都市圏の方へ開拓していくってことをやらないといけないんだけど、都市圏で開拓していくだけの当てがないっていうのが一番大事なんだよな、このキーになるところ。そういうのってどこで見つけたらいいんですかってことで、まあ今うちがこういうのやってるんだよね。12,000円でメンバーシップやってます。4人1組で日頃のね、経営のこう、情報のやり取りとかね、いうようなことを話し合ったりするような場。まあ大体1回が1時間ぐらいかけてやってるんですけどね。
で、今もうおかげさまで70人ぐらいいるんだよね。だからその中でやっぱりその東京の人とかね、例えば同業の人でもなんか結構都市圏で頑張ってるような人っていうのがいるわけだから。だからそういうところともう結構マッチングしてる人多いです、実を言うと。岐阜県とか、まあ三重県もお客さん多いんだけど、あとまあ東京とか静岡とかね、北海道とかいろんなところにいます。ね、そういうところの方と自分に目的はないにしてもやっぱりそういう人の悩みとか聞くことによって勉強になるとも思いますしね、ぜひご興味のある方はこの下の概要欄にリンクを貼っておきますのでお問い合わせいただければと思っております。それで今ね、あの資金繰り悩んでるとか赤字体質から抜け出したいとか思ってるような方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。事業保険代理店など協業コースというメンバーシップを作ることになりました。お客さんのね、顧客の相談であるとか顧問先のですね、そういったところも包括的に弊社と一緒に解決して、よりコンサル力をつけていきましょうというコースです。ご興味のある方はこの社の概要欄のその他っていうところがありますので、そちらからお問い合わせいただけると、こちらでちょっと一度ね、あの進め方についてもご説明させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。